小 S， 小 S。嗨，我是兔子。大 S， 小 S， 萱萱，阿雅，大家好，我是木村拓哉。你我大哥，不跟兔子一起。今回は20年以上皆さん仲良くされている皆さんが一緒に旅に出るということを伺いました。その旅の中でこれまで叶えたくても叶えられなかった心愿をいくつも叶えたということを伺ってます。とても素晴らしいことだと思います。引き続きぜひ旅を楽しんでいただきたいと思います。楽しんでますか？楽しいです。大好き。我们玩得开心。玩得开心。それでですね、すごく光栄なんですが、皆さんの中に、長い間ファンでいてくれた方がいらっしゃるそうで私です。本当だったら実際に僕がミャンマーにお伺いして実際にお会いしたかったんですけども、ちょっとスケジュールの都合でどうしてもミャンマーに伺うことができなかったので。あー、残念です。今回このレストランを僕が用意させていただきました。ぜひ皆さんが楽しんでいただければ嬉しいなと思います。ぜひ楽しんでください。はい。最後にこの自分たちだけの旅が皆さんにとって最高に楽しく、皆さんの友情フレンドシップがずっと続くことを僕は祈ってます。絶対です。ありがとうございます。わかるの。ねえねえ、改善するわ。你知道说真的真的我都替我姐想哭。那个袋子给我留下来，我拿回去给我姐妹，不是姐妹，我家人看。那姐妹不都在这儿吗？哎，给你张纸条。啊，那是他亲手写的。不然我觉得你不会是去跟他见面拿这个签名？没有。那我真的被你断交。难怪你有没有发现，就西园一进这间餐厅就觉得对了他的胃。你们俩好配哦。你知道我姐喜欢他喜欢到什么程度啊？什么程度？她从国中就开始爱他，我还为了他学日文，还为了他去日本发展。她就一直说这个人跟我长得很像，我以后就是要嫁给他，没有，我绝对不会嫁给别人。我们第一次14岁那时候赚了钱拍广告，然后我们就说我们一定要去日本，因为我们想要去埋伏木村拓哉。算完成了一个很棒的心愿吧。而且他是就是真的是在对着你跟对我们说话。他为什么还要对着你们呢？我觉得他应该写土大 S 就好了。因为他祝我们友谊长存。你不觉得很感动吗？我们的友谊已经本来就会长存了，然后还被木村拓哉祝福。知道。对。我要在上面印一个唇印。太干了嘴唇。要不要我帮你清？不要。啊，如果木村拓哉来到现场，第一件事我就会冲过去抱住他，用无尾熊的方式夹在他身上不放开，然后趁机一直狂亲他狂亲他。可是万一小飞看到怎么办？
管他的。我爱他比爱汪小菲更早之前呢。可是你已经嫁给汪小菲了。可是他是我的偶像，跟老公两码子事啊。听起来好像有道理，又好像没道理。我也是在想。可是讲真的，你觉得木村拓哉比较帅还是小飞？我觉得木村拓哉比汪小菲帅一万倍。